こんにちは、ウーファーの岸本です。ご機嫌いかがでしょうか。今日はこのモバイルモニターなんですけど、先週ちょっといろいろ悩んでるというお話をしたんですが、とりあえず出張先で編集をするのに使えるか使えないかを判断するために18インチの 2K のを買ってみました。オコウトっていうメーカーなんですけど、全然知らんメーカーですけどね。ここで 2K の18インチっていうのが、出てましてですね、これがAmazon で結構評判が良かったので買ってみました。まあ、パッケージこういう立派な箱に入ってきます。白いかっちりした箱でポータブルモニターと書いてますけどね、外箱には一切メーカーの名前は書いてありません。なぜでしょうね、なぜ書かないか。それでですね、MacBook Pro 16インチの、M1 Max につないでですね、表示させたところ結構いいです。思ってたよりいいっていうのが正解かもしれませんが、サブモニターで何がやりたいかというと、こういう形でつないで編集中の画像の確認をしたいんですね。それでおそらくですけども、多分この16インチの画面ですね、この MacBook の画面の方が画質は良いので、こっちをそのレビュー用のモニターにして、サブモニターの方をタイムラインに持っていけばですね、結構ビデオ編集は出張先でも割とできるんじゃないかなというふうに思っています。でどのぐらい画質がいいかというとですね、厳密なことは見た目で今日は判断してますので厳密なことは言えませんけれども、思ってたより良かったんですよね。というのがね、前ね、なんか 2,3 年前に15インチぐらいのサブモニターっていうのを買ってしばらく使ってたことがあったんですが、それはねあんまり画質良くなかったですね。コントラストも良くなかったので、結局なんか使わんうちにもう使わんなっていうことになって処分してしまいました。なので今回のは、出張先では多分十分使えるなというふうに思います。それとモバイルモニターということだけあってですね、今日はこれ電源、この USB-C ケーブル1本でつないでます。だから特にこれ電源いらないんですよね。MacBook Pro とつなげばこの USB-C で映像も行くし電源も行くというようなものになっていて、いやもしかしたらこれ電源はね別途ついてるんですよ。電源は、こういうちゃんと USB-C のアダプターですね、と、別途ケーブルが USB-C のケーブルと、それから HDMI ケーブル、片一方はミニになってるんですけども、そういうものがついていて、USB-C ケーブルは2本ついてます。ですので、それを接続する必要があるのかなと思ってたら、それは接続する必要はなくですね、MacBook Pro の方から、電気を取ってですね、元気に動いているということで、バッテリーの減りもですね、そんなに急激に減っていくという感じでは全然ないです。素晴らしいですね。で、このモニターの機能をちょっと見ておこうと思います。まずメニューをつけると、こんな感じで、明るさ、コントラスト、違う、これね、もう一回、明るさ、コントラスト、シーンモード。シーンモードっていうのは、こういう感じで映画とかゲームとか選べるやつですね。で、1個戻って、DCR。これは何ですかね。DCR をオンにしたら暗くなります。DCR オフにしておきましょう。それで、シャープネス。シャープネスはこれいろいろ変えられるんでしょうね。はい。で、戻ります。で、次、色温度。色温度のところにこう RGB って出てるんですけど、6500、9300、いろいろ選べます。あとユーザー設定もできます。これで細かく設定もできます。戻って sRGB にしておきましょう。標準 でヒュー、サイド、ブルーライト低減、これ今0になってるからブルーライト低減は入ってないと思いますね。それからフリーシンクって何でしょうね、ちょっとわかんない。から、ボリューム、それから言語、
画面回転、画面回転ができる。で、HDR 対応で、今自動になってますけどね。709の素材を出すと、あ、終わっちゃった。ここか。HDR。それから入力と。いうことで、今 2560×1600 ということで、ですね、この間撮ってきた星の素材があるので、それを表示させてみましょう。これです。わかるかな。これは 8K で撮った星なんですけどね、この今点々のゴミのように見えてるやつ、これ星です。はい、こんな感じで綺麗に出ています。なんかもっと動くもんでなかったらわからないですね。動くものは、そう、この間紹介したこれ言ってみましょう。タイムラプスで撮ったやつね。タイムラプスじゃないわ。クイックで撮ったやつ。ずーっと雲が移動していったら星が出てくるってやつですけど、iPhone で画面を撮っても結構綺麗に出てますよね、多分。はい、こんな感じです。ちょっと星が出てくるとこ、あ、こんな感じです。結構星出てますよね、ちゃんと。なので、思っていたより全然画面綺麗なので、ちょっと反対側向けて見ていただきます。こんな感じでね、結構ね、細かいところまでよく見えていいんじゃないかなと思います。これが一応 Amazon でなんか割引が効いて、29,000 円ぐらいで買いました。これもっと取れるんじゃないでしょうか。一応なんかスピーカーもね、ついてるみたいで、こう横穴が開いてます。多分 HDMI で繋がなくても、で、どっからスピーカー、今 MacBook からサウンドが出てるんですけど、あ、これか。こっちにしてサウンドを、サウンドはやっぱり HDMI を繋がないと出ないかな、もしかしたら。ちょっとそこは検証まだですけども、とりあえずスピーカーはついてるみたいです。はい。ということで、モバイルモニターでなんか編集しようかなと思って悩んでる方、18インチのやつだったら、出先で編集するにはいいんじゃないかなと思いましたので、参考になさってください。はい、今日の Vlog が良かったなと思う人はグッドボタン。私は普段はですね、美術の記録映像の制作というのをやっておりまして、ここではそこで使う道具なんかを紹介しておりますので、今後も見てもいいよという方はぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。はい、ということで、今日はまず、春先の出張に向けてですね、モバイルモニターを買ってみたということですね。はい、まだこの MacBook Pro の一応予備機はまだどうするか悩んでおります。はい、なんかいろいろ YouTube 見てると M2MAX と M3MAX はスピードあんまり変わらへんでみたいなことをね、つぶやいてる人っていうか、レビューしてる人は結構多くてですね、実際のところなんか書き出し速度があんまり変わらないかなっていうふうには思います。なので M2MAX が安く買えるんであればそっちでもいいかなっていうふうにも思いますけど、まあ、どうせやったらね、新しい方がいいかなと思うんですけど、価格差が10万円ぐらいあるので、ちょっと今悩み中です。まあ来月になったらちょっと買わないとダメかなと思ってるんですけどね。はい。ということで、また次回も、元気にお会いしたいと思います。皆様どうかお元気でお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。さよなら。